どうも皆さんこんにちは。今回もデュエマの対戦をしていこうと思うよ。ただし、このミニサイズのカードたちでな。霊夢。なんだ、いつもはカードゲームをやっていない女子が見たらいきなり可愛いとか言い出して別に興味ないのに写真を撮りインスタに今日は友達とカードゲームしたよって言って加工した写真を投稿しそうなやつは。女子のインスタグラマーへの偏見やばすぎだろ。違うよ、このカードたちは先月に発売されたコロコロに入ってる付録のミニカードたちだよ。へぇ、今のコロコロってそういうのあるんだ。ジャンボなプロトギガハートや GR は知ってたけどそれは知らなかったよ。そしてなんとこれ合計でカードが80枚あってちゃんと2人で戦えるからすごいんだよね。それはすごいな。最近紙のデュエマに興味持った人ならこのコロコロ1冊買うだけで現代のカードたちで遊ぶことができるからマジでおすすめだよ。それもしかしてこのチャンネル初の案件ですか？なわけねえだろ。一応2つのデッキリストを貼っておくね。それじゃ早速対戦の準備ができたのでやっていきましょうか。了解。今回私が使うのが赤タンのボルシャックデッキでマリサが黒タンのアビスデッキだよ。一体どっちが勝つんだろうね。まあ多分元が強いアビスデッキだと思うけど。対戦する前から決めつけるのやめてもらっていいですか？もしかしたらめちゃくちゃ強いかもよ。アビスの方がか。違います。そして話変わるけどこれがいつものサイズのカードだよ。なんだこれ、基準がバグっておかしくなりそう。それではデュエマスタート。最初はグーじゃんけんポン。私先行ね。了解。ボルシャックバトクロスチャージデインド。てかこれ思ったんだけど、いつもと違ってカードのサイズ小さいからめちゃくちゃやりにくいね。だろうね。でも非日常感があって楽しいがな。ではチャージしてアニールピアを召喚。ターンエンド。ドロー。じゃこちらもチャージして2コスト払うぞ。ベルゲルエールを召喚。出た時効果で山上から2枚墓地に送りターンエンドで。はいはい。ドロー。コインチャージして3コスト。コッコルピア GS 召喚。これで私が召喚するドラゴンのコストが2軽減されるよ。この古代から伝わるコッコルピアを召喚して始まる動き好き。そして私は序盤からシールドを削って攻めやすくしたいから勇気のブレイクをするよ。殴るの早いな。あ、シールドトリガー発動。この試合投げていいですか？まだ言うてなんとかなるのでダメです。ではトーチとオトロットの出た時効果で相手の一番パワーの低いコッコルピアを破壊。ターンエンドで。かわいそうに。ドローしてチャージ。また2コストでベルゲルエールを召喚し墓地を2枚肥やし。そしてトトロでアニールピアに当たして破壊。嫌すぎる。でトトロのアタックした後効果でこのクリーチャーを破壊するぞ。ターンエンド。ドロー。マジでさっきのトトロが辛すぎたな。チャージしてエンド。そういえば今思ったんだが、いつものカードみたいにこれにもスリーブつけないのか。逆にこのサイズのカードがぴったり入るスリーブがあると思う？ないな。ではチャージして4コストでハンマガンマを召喚。出た時効果で山上から3枚墓地に送って自分の墓地の枚数より小さい相手のクリーチャーを破壊することができるんだが、いないので特に何もしないでターンエンド。ドロー。チャージしてターンエンドで。まだ大丈夫か？今のターン霊夢二言しか喋ってないってマジ？ここはあえて貯めるところなの。まあいいや。チャージして4コストでバウアウジャを召喚。出た時効果で墓地を4枚肥やすぞ。そしてバウアウジャは今バトルゾーンに闇のカードが4枚あるからクリーチャーな。じゃベルゲルエールでシールドブレイク。シールドチェック。トリガーなしで。またベルでブレイク。シールドトリガー来てくれ。マジか。何もなかったわ。ターンエンド。この状況はかなり辛いな。まあでもとりあえずやれることはやりますか。チャージして6コスト、ボルシャックネックスを召喚。すっごい昔のカードじゃん。このバージョンではないけどボルシャックネックス自体は13年前のカードだね。では出た時効果で山札から名前にルピアとアルアニールピアをバトルゾーンに出し、さらに自分のバトルゾーンにボルシャックとつくドラゴンがいるから超人キングボルシャックをコストを払わないでネックスの上に乗っけて進化させるよ。そしてキングボルシャックでベルゲルエールにアタックするとき、アニールピア効果で各ターン初めて自分のドラゴンがアタックするときにそのクリーチャーをアンタップ。あれそれ普通に強くね。ではベルゲルエールを破壊。そのアタックはブロックしなくていいかな。もう一体のベルゲルエールにもアタックして破壊。そして次のターンが来ることを願ってターンエンド。ドロー。霊夢どうしたの？もうお前のターンは来ないぞ。かすかな希望を持った人に対してそれはひどくない？じゃチャージして3コストで邪神入を唱えて効果で4枚墓地を肥やして墓地からアビスベル邪神帝を出すぞ。そして邪神帝の効果で墓地から召喚するクリーチャーのコストを2軽減し墓地にあるアビスにアビスラッシュを与えるからアビスラッシュ発動。墓地から2コストでもう一体のアビスベル邪神帝を召喚。これで一応バトルゾーンに闇のカードが4枚になったからバウアウジャはクリーチャーになったね。さらに邪神帝が2体いるから4軽減で1コスト。カップジャラックを召喚。ではクリーチャーが並んだところでアタックに入っていきますか。辛すぎる。バウアウジャでプレイヤーにアタックする特効果でキングボルシャックを破壊。そして残りのシールドブレイク。やばい、なんか普通にアビスデッキの方めちゃくちゃ強いんだが。トリガーチェック。あとアタックできるクリーチャーはこの邪神帝以外みんなだな。ほうほう、無理じゃね。まあ一応やっておくか。シールドトリガー、ボルシャックテイルドラゴンとボルシャックバトクロス。まずテイルドラゴンの出た時効果で邪神帝とバトルして相打ち。あれそんなにパワー高かったか？なんとシビルカウント3でパワーが7000になるんだよね。へえマジか。そして次にパワーが9000になったバトクロスの効果でまた相手のクリーチャー選んでバトルするんだけど。
もうこれどう頑張っても無理なので一矢報いるために邪神帝とバトルして破壊で。邪神帝への憎しみがすごい。じゃカップギャラップでダイレクトアタックするとき、シリルカウント3でボルシャックバトクロスを破壊。終わったー。ではそのままダイレクトアタック通ります。いやーマジで最初のやつが辛すぎた。あそこで踏んだのはマジでドンマイすぎる。でも逆にあそこで殴らないとカードパワーの差でこっちが負けるんだよな。それじゃあ次の試合行くか。そうだね。はい、では準備ができたのでやっていきましょう。テーマスタート。最初はグーじゃんけんポン。よっしゃ先行で。負けせんだ負けせん。強がってんねー。先行取れたしワンチャンさっきみたいなトリガー踏まなければ勝てるんじゃない。確かにそれは十分にある。じゃチャージしてコスコルピアを召喚。今度こそちゃんと生き残ってくれよ。ドロー。チャージして3コストで邪神入を唱えて効果で4枚墓地に置きハンマダンマを出すぞ。出た時効果で3枚墓地に置いてコスコルピアを破壊。これ一番悪いの。4コス以下のアビスを出せる邪神入だろ。確かにそれはめちゃくちゃある。ドローからのチャージして4コスト。ボルシャックルピア召喚。出た時効果で山札からキングボルシャックを回収。ターンエンドで。はいはい、ドロー。ではチャージして4コスト、アビスベル邪神帝を召喚。やべえ、切り札出てきた。これ大丈夫？ワンチャンまだなんとかなる。ドロー、チャージ。2コストでアニールピアを召喚。さらに3コストでこのデッキの切り札であるボルシャックフォースドラゴンを出すよ。一応これはまだ自分のバトルゾーンに火のカードが4枚ないから魂度だね。で出た時効果でパワー7000以下のハンマダンマを破壊。そしてグラビティ0でボルシャックフォースドラゴンをキングボルシャックに進化させるよ。あれ？それってまだ魂度だし進化ライズ持ってないから進化できないんじゃないか。でも魂度クリーチャーって魂度でもクリーチャーでも扱うことができるからできるんじゃないの。そうだったっけか。ちょっと心悪いが調べてみてくれ。了解。どうなんだろうか。私もそこのところよくわかんないから何とも言えないんだよね。あ、再生がわかったよ。どうだった？まず結論を言いますと、進化ライズを持ってないから進化できないってさ。え、マジで？どうやらバトルゾーン以外のゾーンに魂とクリーチャーがある時の扱いは魂とでもクリーチャーでも扱うことができるけど、バトルゾーンにいる状態だと魂とは魂として扱うらしいよ。でもそれがクリーチャー扱いになったら魂としても扱うみたいだね。なるほど。じゃあニールピアのシビルカウント3の効果で自分の他のクリーチャー全てにスピードアタッカーを与えられてるので、ボルシャックルピアでシールドブレイク。あれ、霊夢話聞いてたか。進化できないぞ。あの、すみません、撮影してる時はクリーチャー扱いして進化できると思ってました。なのでここからはできたものとして見てほしいです。何やってんだよ。なるほどな。トリガーなしで。じゃあ次にキングボルシャックでプレイヤーにアタックするときアニールピア効果でアンタップしてトリプルブレイク。それは通すぜ。トリガーなし。よし、またキングボルシャックでプレイヤーにアタック。さすがにブロックするぞ。では邪神帝がバトルゾーンを離れるとき代わりに手札からこの2枚を捨てるぜ。最後にアニールピアでシールドブレイク。トリガーなし。これで次のターンまで私が生きていれば勝てるよ。確かにそうだな。生きていれば勝てるな。なんでそこ強調するんだよ。次のターンが来ない可能性がめちゃくちゃあるからでしょ。じゃチャージして2コスト、アビスラッシュで邪神帝を墓地から召喚。そして1コストで墓地からバウアウジャを召喚。出た時効果で4枚墓地肥やしするぜ。さらに1コストでハンマダンマを召喚して効果で3枚肥やしてからキングボルシャックを破壊。さらに1コストでフォークフォックを召喚。効果で3枚肥やしてトトロを回収。それじゃあこのままアタックフェーズに移行するぞ。展開力がもうバカ。ではバウアウジャでプレイヤーにアタックするとき効果でアニールピアを破壊してトリプルブレイク。トリガー来い、トリガー来い。ここで2枚か3枚引かないともうほぼ負け確なんだ。あ、ないです。さすがに1枚もないのはヤバくね。そして前のターンからいる邪神帝でボルシャックルピアを破壊。最後に邪神帝でシールドブレイク。トリガーチェック。シールドトリガー発動。ボルシャックテイルドラゴン。まあ出て止まることはないんだけど、出たとき効果でフォークフォックとバトルして破壊。あのさ、頼みなんだけど一回ターンエンドしてくれないですか。嫌です。霊夢の願いは儚く切ったね。ではハンマダンマでダイレクトアタック。通ります。うわーマジか。ふう、危ねえ。最低ミスがあって少し負けそうだったが、なんとか勝てたな。逆にそれをしても勝てなかったのが悲しすぎる。しかもトリガー1枚もなかったしね。そしてお前はもう少し最低について学んでこい。それに関しては本当に申し訳ない。ホール系の呪文があったら入りたいくらいです。それならもう超次元から帰ってくるな。さすがにそれは言い過ぎじゃね。ところで2人とも、ん？なんだ？改めてこれが通常サイズのカードなんだけど、今これを見てどう思う？でかすぎんだろ。